白井選手は早稲田大学の3年生です。そして乗馬歴は8年になりました。乗りますサルビアはドイツで生まれましたウェストファーレン州、8歳になりますメスの馬。さあ、この白井選手とカルビア、コンビを組みまして8ヶ月、先ほどもご案内いたしましたが、関東学生の障害技術競技個人第4位、そして関東学生の女子の障害技術競技は個人で第2位の成績を持っております。そして最終の 1m30 の垂直障害、これはきれいにクリアしましてゴールです。走行タイムが90秒85、走行中3つの障害が落下しまして減点が12点、減点が